じゃがじゃーん、髪の毛こんなになってしまいました。やっぱ夏はやばいですね。かい汗だくでした。で、尼崎でライブでした。まあでもこれからも頑張りたいと思います。汗、まあ夏に向けてこれからも夏のこうバテないようにね、ちゃんとエネルギー蓄えながら頑張りたいなと思います。じゃあバイバイ。こんな感じでぴょんぴょんですけど、もう汗だくなんで仕方がありませんということで、ありがとう。とりあえずお茶で乾杯しよう。ちょっと入れてくれました。せーの、乾杯。結構でかいじゃん。
いりますよ。しかもいっぱいかけない、ちょろちょろ
ちょろって来た。結局、うなぎうなぎなかった。うなぎなかった。これ、あぎの結構寿司老会では結構あぎ上位になってる。たらこ、たらこマヨ。震える美味しさ。ラーメン食べたいわ。なんか開いてる。泣いてんの。おいしすぎた。いやー、あとは1,2,3,4,5,6,7,8と8皿と茶碗蒸しを食べました。なんかダイエットしてるからめっちゃ小食でした。ごちそうさまでした。なんとこのさ3000円のポイントがあるからさ、このスシローで3000円分食べようと思ったのに3180円でしたね。じゃーん、なんていうことでしょう。180円オーバーしてしまいました。残念。ということで次回は3000円内に収めたいと思います。3000円内で収めなあかんらしいから。あ、そういうことです。バイバイ。あばよ。あやけでした。